を書いていきます。形を整えていきます。納得がいったらペン入れをします。花水木をあしらいます。線で縫っています。2層のレイヤーを重ねています。根気のいる作業です。猫の色塗りに入ります。毛並みを描き込んでいきます。一本一本丁寧に描いています。陰影をつけます。白をのせていきます。目、鼻、耳、手書きの文字です。鼻の仮面、花水木が微笑み笑う。最後の仕上げ、出来上がり。